が世界を変えることを考えるけれど、誰も自分を変えることを考えはしない。自分で何とかするしかないと悟った時から人の成長は始まる。心が先、現実が後。壁は自分自身だ。できないと思い込んでことに当たるのは、自らできないようにする手段である。